今日は、三重ホンダヒートの古田良キャプテンなど5人の選手が一日所長を務め、静岡警察署の山崎正則署長から、一つでも犯罪をなくせるように市民の防犯意識を高めていただきたいと一日所長の委嘱状が渡されました。選手たちは市内で自転車被害の防止を呼びかけたほか、イオンモール静岡でチラシを配り、 特殊詐欺などの犯罪被害防止を訴えました。緊張してるんですけど、の楽しみもあるんで、一日頑張りたいと思います。犯罪防止であったりとか、まあ、盗難防止っていうところをしか呼びかけて、少しでも鈴鹿の街がよりよくなればいいなと思ってます。